皆さんこんこにちは今回はこういうメタルジグを作る時にシリコン型に溶けた鉛を流し込むとその熱でシリコン型が膨張しますよっていう話をしたいと思います。でこれを見てもらいたいんですけどもこのワイヤーの長さが右と左でまあ上は一緒なんですけども下が長さが違うんですね。で これワイヤーの長さが短かったわけじゃないんですね。でなぜこの左側が i の長さが短くなっているかというとこちらの方が肩が厚くなってから成形したので肩が膨張して結果的にワイヤーが短くなってしまっているんですね。ということでですね肩が冷えた状態でこのようにワイヤーを肩にぴったり合うように作って。 えー、成形を始めると熱でどんどん肩が膨張してきてですね、えー、ぴったりに作ってあったワイヤーが合わなくなってくるんです短くなってきますじゃあどうすればいいかっていうと、えー、こんな感じで、えー、ワイヤーを独立して作ってあげれば肩が熱膨張しても影響されないということですねただこの方法の場合欠点としてはまずこの、えー、ワイヤーがつながってないということで えー、ワイヤーがあー抜けてしまったりするんじゃないかという強度的な心配がありますねそれからもう一つはこのワイヤーをこうセットする時にですねやっぱりこう安定しないんですよねわかりますかねこうグラグラして、えー、安定しないんですねでこういうあの向きとかも結構ずれやすかったりしますなんでこれを実際に成形する時肩がすごく熱くなってる状態で 手袋もした状態でこう微妙なこう調整をし,して、えー、こうセットするっていうのが想像以上に難しいんですね。でワイヤーがこういう風につながっているとセットするのもポンと置くだけでですね、えー、もう方向とか位置が決まるので、えー、セットしやすいですし強度的にもこちらの方が強いと思います。じゃあこういういげたワイヤーで 熱膨張に対応するにはどれぐらい肩が熱膨張するかっていうのを見越してですねワイヤーを作ってやればいいんですねちなみにこういったジグヘッドなんかの場合はまあ物が小さいのであの熱膨張の影響っていうのはそんなに気にしなくて無視してもいいレベルだと思いますただやっぱりえこういうあの長さのあるジグになってくるとやっぱり あの熱膨張を考慮して、えー、ワイヤーを曲げていく必要があると思います。じゃあどれぐらいワイヤーを長く作っておけばいいかっていう話なんですけどもおまあ一つは一回整形してみてですね、えー、一番最初とおそれから一番最後のものをですね、えー、寸法を比べてみてですねどれぐらい伸びたのかっていうのを測定してみるっていうのも一つの手だと思います。ただだそのの方法だと一番最初はわからないので 事前にですね、計算でどれぐらい伸びるかっていうのを予測する方法をご紹介したいと思いますこれは湯本電機さんのウェブサイトでワンポイント講座線膨張係数とは温度変化による寸法変化値の計算方法というページがありますここで線膨張係数元の長さそれから温度の変化量を 入力し計算すると寸法の変化値が計算できるようになってますまず線膨張係数なんですけどもこのページをずっと下の方に行ってもらうと主な材料の線膨張係数というまあいろんな材料の線膨張係数が一覧表になってます、えー、金属材料それから樹脂材料あって一番下のゴム材料のところに シリコンゴムの線膨張ケ数が書いてありますね。これ見ると250から400ってなってるんですけども、これは普通のシリコンゴムの線膨張ケ数ですね。で、ジグを作成するときに使っている耐熱シリコンは少し線膨張ケ数が違います。で、私がジグの作成に使っている、 旭化成の M4470 という耐熱シリコンの繊維張係数を調べてみたら1.5かける10のマイナス4乗というふうに書かれてました。で、でここで気をつけていただきたいのは繊維張係数の入力欄がかける10のマイナス6乗ってなってますね。先ほど調べたタイというのが1.5かける10のマイナス4乗って書かれてたので。 桁を合わせてやる必要があると。なので、一点五をかける十のマイナス四乗は百五十かける十のマイナス六乗なので、ここに百五十と入力します。次に元の長さなんですけれども、これは私が作っているジグのワイヤーの長さ七十七ミリと入力します。次の温度の変化量なんですけれども、変化後の温度ということで。 溶けた鉛をシリコン型に流し込んだ場合温度が何度に上昇するかということなんですけども、えー、とこれはなかなかあの難しいんですけども、えー、と鉛の融点が330度なんですけども、えー、とアンチモンが10%入った鉛合金の場合は融点が270度なんですね。なんでアンチモンが入ると融点は下がるようです。で アンチモンが6%の鉛合金の場合の融点っていうのがちょっと調べられなかったんですけども流し込む鉛の温度が仮に3 0 0度と仮定してえシリコン型に3 0 0度の鉛を流し込んだ時にシリコン型が何度に上昇するかということなんですけどもまあ仮にここをですねえー150とと入れたいと思い思ます。それから元の温度は常温なので 20°C と入れます。 で計算を押すと1 5ミリという計算結果になりました。ということでこのワイヤーは今肩にぴったりに曲げてあるんですけども、えー、肩の温度がどんどん上昇していくと、えー、これが合わなくなってくるんですね。なのでそれを見越して1 5ミリぐらい長いワイヤーを作ってやる必要があるということです。で2つ前の動画で私こういう曲げをするときにこのようなジグを使ってですね えー、曲げをしてるっていう話をしましたでこのジグで少し長いワイヤー曲げをするにはどうしたらいいのかというお話をしたいと思いますはい今同じジグを使ってですね全く同じようにあの曲げましたで今からこれを手で曲げていくんですけども一つは肩とぴったりに合うように曲げてもう一つはえっ、ー、と 実際より 1.5mm ぐらい長で曲げる時にプライヤーでこの曲がってるところをこう挟んで今から曲げていくんですけどもこの長くつながってる方ですね向こう側とつながってる方を押して曲げると出来上がり寸法は短くなります。でこっちの端の方を手前に曲げると出来上がり寸法は長くなります。一回やってみますね こうするとこんな感じで肩ににぴったり合うようよ曲げることができます。今度は少し長めのを作るので、えー、掴んでこ,こっちですねこっちを押して曲げていきたいと思います。 そうするとこんな感じで、まあ、下上合わせようかそうするとこんな感じであの上ぴったりで下が長くできてるっていうの分かりますかねはいでこれちょっと 1.5mm より長くできちゃってるんですねあのこのワイヤー線の太さが 1mm なので え今どうかなワイヤー線2本分ぐらい長くなってますかねだから 2mm ぐらい長くなってる感じですかねちょっと長かったんですねでこれを直す方法は先ほどこの切れてる方を曲げると長くできてつながってる方を曲げると短くできるって言いましたので一回戻してみますこの短い方を曲げたので短い方を少し 広げます。こっちも同じようにしましょう。はい、短い方を少し元に戻しました。で、今度はここを掴んで今度こっちの繋がってる長い方を曲げていくわけですね。 そうするとどうですかね結構いい感じにできてるかもわかんないですねはい曲げたワイヤーの長さが少しあの上の方が長くなっているっていうのがわかるかなと思いますこのようにしてですね、えー 肩にぴったりのものと長いものっていうのを準備してですね最初のうちはこちらの肩にぴったり作ったもので成形を始めて肩がどんどん膨張していったらこういう長いものを用意しておいてそれを使うようにすればいいかなと思います。今回はかなりマニアックな内容になったと思うんですけども肩が熱で膨張するっていうのはその作業環境とか 型の大きさ厚さ厚それから流し込む材料の温度とかいろんなことで温度っていうのはいくらでも変動するので今回私があの計算で求めた数値っていうのが必ずしも正解ではないいと思います大事なのはその計算結果と実際にどうだったかっていうのをですね照らし合わせて検証してみてそれを次回にフィードバックしていくっていうことが大事かなと思います。 今回の動画が役に立ったと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。